CADCAE とは ?CAD はコンピューターエディタ e デザイン、コンピューター用設計の略語で、コンピューターを用いて機械、建築、電気などの平面図、立体図を作成し、デジタル化することです。CAE はコンピュータ d エディタ g エンジニアリング、コンピューター用工学の略語で、CAD のデータを数理モデル化してシミュレーションを実施することに。 より設計された製品の性能実践予測することです。身近な例としては 3DCAD で自動車をデジタルモデル化し CAE でその衝突の結果のシミュレーションを行い安全なもの作りのための機械成形に応用されています。現在それらの技術は工業分野だけではなくて 医療分野にも活かされるようとしています医療への応用としてその一つは私たちの耳の奥の耳小骨の再建です耳小骨は鼓膜キャッチした音を内耳に伝達する役割を担っておりますが中耳炎などの疾患で損傷されることがあります通常人工の代替部品を使ってつな、えー、がりの手術を行いますが 何度も手術してその機械の良し悪しを実験するにはいけません。それでその再建のモデルを作成し、音の伝達のシミュレーションを行うことにより、最適な代替部品の形状、つながりの位置を決定し、最適な手術の方式を行おうとしています。このように人間の骨や筋肉の構造など、 患者特有の特性を分析しその患者に最適な人工器官の注文設計や最適な手術の方式を実現いたします今後さらに多くの医療への応用を期待されています